はい、今回は久々にタイムラプス動画に挑戦してきましたので、それについてのお話をしたいと思います。相変わらずトラブル続きです。右の方にはね、昔私が撮ったタイムラプス動画を流しておきます。昔 YouTube で流してたやつなんですけどね、前編見たいっていう既得な方がおられましたら再度アップしますので、ぜひぜひコメント欄に全部見せてと書き込んでください。タイムラプス動画は意外とこの動画のように画像を動かすっていうんですかね、ファンをしてみるような動きは非常に難しい動画となっています。この動画の場合は大きい画像から切り取ることによって動きをつけています。しかしどうしてもピクセル等倍とかになっちゃうんで、少し画像が悪くなるんですよね。なのでなるべく大きい画像から作っていきたい。そこで今回はロニン SC を使ってタイムラプスを作ってみようと画作してみました。ロニン SC を使ってタイムラプス動画を作る場合にはアプリを使って簡単に作ることができます。本当はね、 Sigma FP でも作ってみようと思ったんですが、ロニン SC の方で Sigma FP と接続する方法がないのでね、今回は α7 の2でやってみます。ロニン SC と α7 2とは USB でね、つなぐだけなんで簡単です。つないでおくとシャッターなどがロニン SC で制御することが可能です。接続できましたらアプリを開いてカメラマークの制作を押します。すると色々な制作ができる画面になりますので、タイムラプスを選択。初期化エラーと出てますけども、このスマホの画像だけ家で別撮りしましたんでね、本来は出ません。タイムラプスを選択すると、撮影中に動かしたい方向などを決定することができます。次にシャッターの間隔を決めます。今回は3秒。あとは撮る時間、分数などを決めて完了です。画面動かすのはね、1、2だけではなくて3、4とポイントを追加して複雑な動きをすることも可能です。最後に一番下の丸いポッチを押せば撮影が始まり、自動的にこの場合は10分間ですね、10分間撮影をし続けます。この設定だと200カット撮ることになります。その間は待機です。はい、帰ってきましたら JPEG の画像が今回の場合200カットですね、撮れてますので、このまま連番のまま Adobe のプレミアプロに突っ込めば大丈夫です。その場合、読み込みから一番最初の連番の一番最初ですねの画像を選択し、シーケンス画像読み込みをすれば自動的にタイムラプス動画になります。で、できた動画はこちらになります。今ので200カット分ですね。すごい短くなっちゃいますよね。皆さん、ロニン SC の動きはどう見えましたか？少しふわ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 しているように見えますけども、実はこれ歩道橋の上で撮ったからじゃないか説を唱えてます。撮ってる最中はずっと歩道橋の上で待機してたんですけれども、意外と大きいトラックとか撮ると揺れるんですよね。いくら三脚の上に乗せていたとしても、ふわ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 するのはそのせいかもしれません。せっかくお出かけしても全くテストにならなかったので、仕方がないので自宅でもう一度撮り直してみました。今度はものすごい短いですけど、テストを見てください。どうぞ。わかりやすいようにクローゼットの一本線を撮ってみたんですけれども、まあこれぐらいなら許容範囲内かなと思います。めちゃくちゃ近い距離から撮ってますしね。でもまあ綺麗さからするとやっぱり大きな画像から切り取っていった方のがいいかもしれません。あくまでロニン SC はジンバルですので、こういった機能はおまけなのかな。このチャンネルではこういったタイムラプスの映像からカメラに関するいろいろなことを話題にしていきたいと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメント欄にてやってほしいことも大募集しています。よろしくお願いします。